と明後日あるから。でもそうですね、あのショールームの時もそうなの、うん、そう、4出るんですよ。だから私が出るのはチーム4の公演とセカンドジェネレーションとチーム8の3つに出ます。そう、最初チーム4出ない予定だったんですけど、なんか配信になってから出るっていう風になって、そうなんですよ。そう、下音ゆいゆいが3つ、私とそう、その3人が3つ出るんですけど、でもとりあえず明日はチーム4なので、チーム4に集中しようって思ってます、とりあえず。うん、でもなんか配信ってあれよ、なんかフリーどうなんですか、ファンの人はあの配信を見てる時って踊ってる姿を見たいのか、こういう寄りで歌っている姿を見たいのか、どっちがいいんですかね。まあ、ダンス曲だと踊った方がいいと思うんですけど。よりが好きです。あ、でも踊ってる姿かなっていうのもありますね。まあ、よりが8割ぐらいって感じですか。より7割、より7割、踊り3割ぐらい。あ、でもちょっとね、私ここの空間だと踊るにもちょっとねスペースが限られるんですけど、まあ怪我しない程度に踊ります。踊るって感じの曲ね、どうだろう、多いかな。うん、そう、なぎ手が長いからよく言われるんですけど、手が長いの、手が長いからね、広げてこうやって踊るとめっちゃぶつかるんですよ。そう、うん、棚の上が賑やか。あ、確かに。まあでもここはもう本当にファンの皆さんがくださったスペースって感じ。そう、全部そう。全部そう。これは違うけど。うん。でもなんかいろいろさかけちゃってるから散らかってるように見えるかも。なんかうん、ぼやけてたけど更新したら治った。お、更新とかできるの？すごい。なんか本当は今日ドボン配信したかったんですけど、そう
今ね端末をね借りてましてね。そうなんですよ、ちょっとね明日からの配信の関係で端末が2個必要になる時が私はあるんですけど、そうだから端末をね1個しかないですって言って借りたんですよ。でもそのショールームをね、借りた端末の方にショールームのアプリが入ってなくて、ショールームアプリをインストールしようって思ったの。でもパスワード知らないと思って、インストールするための。そうでもスタッフさんにも聞いてみたけど、多分ね忙しいんですよね今ね、あの17ライブとかいろいろあるから。そうだからね、そうできなかった。まあね、パスワード勝手に変えてもいいですかとか言ったんだけどそれはダメじゃないみたいに言われちゃって、そう諦めました。うん、ねえ、なんか e スポーツで使ったその荒野行動とかはアプリ入ってたんですけど、まさかのあのショールームが入ってなかったから、うん、パスワードも何回でも変えれるからね、私が変えた後でもパスワード伝えといてでも大丈夫なのかなと思ったけど、ダメでした。うん、ドボンはスタンプ使ってる？使ってます。絶対でも対戦する前はお辞儀スタンプお辞儀スタンプはもう外せないですね。前なんかあれですよね、スタンプの使い方がみんな特徴があって本当に面白いでもなんか対戦、この間対戦した人は自分の番が来てるのに気づいてないのかわからないんですけど、自分の番になってもずっとスタンプをしてて、それは多分2分間ぐらいずっとスタンプをしててだから全然そのね自分にターンが回ってこなかった時があってびっくりしたそう私もあの反応し返したんですけど、それでもダメで、そういう例って何ですか、あの時間稼ぎなんですかね。そういう時はあのあと1時間でベッド10が終わっちゃうのに早くみたいにとか思いませんかちょっとねそれはあるあるなんですかねうん、あとは私が出てきたらもうずっと泣きスタンプみたいな、私と対戦してもうずっと泣きスタンプしか押さない人がいて、私と対戦するのが嫌だったのかなって思っちゃったのよ。うん、嬉し泣きなのかな、ね、なんかでもスタンプがねこれからもどんどん増えていくと思うから、ちょっと
ミュニケーションめっちゃ取れるようになったら面白いよね。マリア来てる。マリア、マリアちゃんのこと？うんうん。ドボンされそうになったらメンバーは泣きスタンプするといいよ。あうん、あかりん来てる。あかりんとマリアちゃん、どうしたの？メンバーがメンバーのショールーム見てくれてるって嬉しいですね。どうもどうも。本物？本物じゃなかった時。助けに来たよって本物？マリアちゃんの清水マリアって書いてあるけど本当か？本物だって。本物ですか？あ、ファンのみんなも本物って言ってますね。嬉しい。あかりんもコメントしてきた。どこ？なんかコメントしてよ。集合ってきたよ。そうだね、今エイトが集合してるわ、ここに。なんでだろう、ありがとう。こういうのレアですよ。しかも2人見に来てるっていうのはマジでレアなショールームの回だと思います。ん？さては前髪を見に来たな。そう、私はね、前髪を切ったんですよ。パッツンにしたんです。こうやって。リハなのでは？リハ？リハ？わからないですけど、そうなんですか？エイトのリハ、私はもう終わった。あ、でも夜やる人もいるのかな。ね、そうかもしれない。リハーサル頑張ってね。まだいるかわかんないけど。うん、全員だよ。待って、全員？うちも？うちも？こんなショールームしてる場合じゃなくない？嘘？うちも？嘘。本当に？いつ連絡来た？私には連絡は来てないです。でもいや、見に来てるってことは LINE が来るはず。え？焦点は慌ててき、嘘？でも教えてくれるよね、大丈夫だよね。だって LINE 来たら分かるもん、なぎ。だって私は知らん。LINE も来てないです。LINE が来てるじゃ切るね。
可愛いから許す。じゃあ待って、切った方がいい。どう、じゃあ切ります。嘘。じゃあ切るね。切る。またね。わかんない、ちょっとネギもどういうことかわかんない。バイバイ。ちょっと確認してくる。あ、違うラインだったわ。あれ、まあいいよ、切ります。ちょ、でもまた配信する。うん、待って待ってて。あ、チェリーオタ、エンジェルなぎおしさん、タワーありがとうございます。名前が変わったね、ありがとう。ありがとうございます。ああ、復活。でも本当は10時まで配信するんですけど。ちょっとね、あと20分ぐらいになっちゃった。はい。本当、あかりんとマリアちゃん救世主でしたね。はい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。信じなくてすいませんでした。私が悪い。いや、本当にダメだね。 LINE しっかり一個一個ちゃんと見なきゃね。間に合ってよかった。意外と短かったリハーサルが。これからリハ行くの？いや、終わったんです。今リハが終わったんです。うん、なんか桜がかわいい。通知来ないからみんな気づかないのかな。いや、通知来ない。あ、私のショールーム。嘘。通知来ないですか？まあ、そのうち。みんな気づくことを願って。私は10時まで配信をします。あと10分しかない。あ、12分ぐらい。明日はね、チーム4に私出るので楽しみですね。多分21時配信になってるから継続されてる。あ、そうなんですか。そうなんだ。髪の毛が紫です。紫、まあ確かに紫に見えるけど、私の色はピンクブラウンなんですよ。そう、ピンクブラウン。でも紫っぽいっちゃっぽいけど、うん、
オさんの髪色みたいだ。ミオさんはこの色だっけ？でも可愛いよね、ピンク。でも私は本当に前髪を切れたことが一番の収穫です。私よく帽子かぶるんですけど、帽子かぶるとね、前髪長いと本当になんか終わるんですよ、帽子かぶっちゃうと。だけど多分今の長さだったら帽子かぶっても視界がちゃんと見えるから良さげです。でも成人式が終わってすぐかわからないですけど、成人式が終わってからショートにしようって思ってるので、なんかいろんな髪型やりたい。前髪なくしてみたい前髪なくしてみたい考えもあるし、いろいろやってみたいです。うん、そう、前髪なくしてみたいんですよね。まあ、それはね、ショートも次にやりたい。定期的にパッツンになるよね、なぎちゃん。嘘、そうですか？あ、確かになんか最近前髪切るって言ったらもうパッツンにしちゃいますね。うん。いろいろやってみたいです。ショートとか前髪なくすとか。そうそう、まあ髪の毛伸びるの早いのでね、本当に、まあ、心配しないでください。うん、10時になったらメールを送らなきゃ。誕生日お祝いして。お誕生日おめでとうございます。イエーイ、ハピバハピバ。ウポポイの食事美味しそうだね。でしょ、めっちゃ美味しかった。エゾシカのなんかお肉が美味しかった。私の YouTube で、そう、なぎなぎチューブっていうね YouTube で紹介してるんですけど、そうレストランがあって、そこがもうね、春ランナさんっていうレストランなんですけど、すごい美味しかった。うん、あれはもうやばいです。今日はかまちゆきなちゃんのお誕生日だね。あ、かまちちゃん、そうなの。そう、コース料理だったから、
コース料理ってね、なんかなかなか食べる機会はないから美味しかった。さっき1回切ったけど何時まで配信するの？10時までです あと5分ぐらい真白ちゃんに会ってますか？会ってないです。マッシーね、会ってないな。会ってないメンバーいっぱいいますよ。なんかそう、本当はあれじゃん、 TDC でやる予定じゃだったじゃないですか。そう、その時のリハーサルで少しメンバー何人かと会えたぐらいで、全然それ以降は本当に会ってないです。ね、なんとかじゃったみたいに言いそうになった今方言でもなんでもないのに間違えたね。仰天とかなんとかじゃけーってよく言う。リハーサルあったじゃけー、じゃけんさーみたいなよく使う。かわいいよね。ナギの方言って何なんだろう。なんか自分方言が本当になんかあんまりないから、もしあったとしてもなんとかでさ、なんとかでさ、なんとかだしさ、さあ、でもどうなの、なんとかでさとかって東京の出身の人でも全然使うよね多分。ああ、まあだべさ、いやそうだべさみたいに言うかも。確かに私のお父さんがね、なんとかだべさとかだべやとか言う使ってます。え、めっちゃって関西の人が使う方言なの？え、めっちゃって標準語じゃないんですか？なんもなんも、あ、なんもなんも、え、標準語じゃないの？なんもなんもってえ、めっちゃって関西弁なの？知らなかったんだけど。すごい流通してない？の割には。え、そうなんですか。知らなかった。めっちゃめっちゃってなんか使いやすいよね。メッサええやんこれとか。メッサ、あ、メッサもそう。へえ、めちゃくちゃから来てるんじゃない。あー確かに、めっちゃめちゃくちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。もう例えが美味しいってやばいね。あ、食べ物大好き本当に。メッサ、メッサって私あれだと思ってた、あの女子高生とかが作り出した造語なんだと思ってた。あ、あれも、あれは絶対造語だよね。やめてもろてみたいな、それやめてもろてみたいなふざけて言うやつ。あれって高校生が作った造語ですよね、やめてもろて。わかんない、ちょっと無責任なことあんま言えないんですけど、
いや、私はそうだと思ってた。漫才、あ、お笑い芸人さんがよく使ってたやつ。あ、吉本さんのあれなんですか？うん、あ、造語ではないんだ。でもなんか JK って感じする。そのなんかやめてもろてみたいな、使ってる人多い気がする。よし、じゃあちょっとハプニングはありましたが、もう10時になるので、ちょっとランキング読ませていただきます。13位はね、マーフィーアットマーク香港さん、ありがとうございます。12位はアルテマさん、ありがとうございます。11位は渡辺さん、ありがとうございます。10位は大粒ちゃん、ありがとうございます。9位はフォーコ髪の色いいねハート、香港のなぎなぎ中さん、ありがとうございます。ピンクブラウン。8位はチャウチャウさん、ありがとうございます。7位はメロメロンさん、ありがとうございます。6位はカキアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。5位は西くん23133さん、ありがとうございます。4位は3939天球さん、ありがとうございます。3位はお坊さんアットマークひいなぎ推しどっぽうね、また会いたい青ね、ありがとうございます。2位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。いとしさん、ありがとうございます。ということで、今日もありがとうございました。何か本当にお疲れ様でした。ちょっと待ってね、今日はね、本を使って最後のいろんな国の言葉を使って終わります。なんかいいのあったっけ、ちょっと待ってくださいね。あ、挨拶でいく、挨拶なんかないかな、ちょっと待ってください。カンニング失礼、ちょっとカンニングさせてくれ。あれはないの。ちょっと待ってね。あった。どうしよう。何言おうかな。シェシェニー。合ってる？シェシェニー、シェシェニー、シェシェニー、ありがとうございます。シェシェニー、 OK が出ました、ありがとうございます。次はタイ語、タイ語。シェシェニー、中間前また会いましょう。中間前、中間前です。で、韓国語、そう、この間の配信でなんか韓国語の本忘れたって言ったじゃないですか。でも今日はね、手元にあるんですよ、韓国語の本が。ハングル、
ですかね。ですけど意外と進んでるえ、なんかあれだな、いい会話のなんかないな、ちょっと待ってごめんなんかさ、いいコメントがちょっと見つからない、なんか、あ、じゃあ私がこれからすることを韓国語で言いますね。タイオトゥハゲッソヨ、あ、私絶対伝わってないわ、タイオトゥハゲッソヨ、お、絶対わからないですね、これタイオトゥハゲッソヨ、わかりました今これ、え、伝わった、タイオトゥハゲッソヨ、え、でもこのさ、あのよみたいなやつって笑ってるマークだよね、笑ってる、え、伝わった、わかりました、はい、私は今それがやりたいんです、ファイティン、はい、タイオトゥハゲッソヨ、はい、まあこれはわかる人にはわかるってことですね、ということで今日もありがとうございました、バイバーイバイバイ、またね、おやすみなさい。